こんにちは。コミュニケーションの力で日本の職場を元気にしたい、研修トレーナーの岩村芳恵です。このチャンネルではコミュニケーション力をアップして職場で快適に仕事ができるようなお手伝いをしていきたいと思っております。今日のテーマは、表面的な人間関係しか作れない人がやってしまいがちなミスということなんですけれどもね、人間関係、職場においてはとっても大事なね、大きなテーマかなというふうに思います。ただですね、このやはり職場というのはいろんな価値観の人が集まってますよね。で、仕事に関しても、いろいろな思いで皆さんお仕事についていると思います。職種が同じであっても、一人の方はね、もう俺の力で日本を元気にするぞ、この商品を絶対世に送り出すんだという気持ちで、熱い気持ちでね、お仕事している方もいらっしゃれば、ね、仕事ってそもそも生活するためにお給料をもらうための場所でしょうって思ってね、暮らしてらっしゃる、働いてらっしゃる方もいらっしゃいますよね。どちらも別に間違いではないと思います。ただこの全然違う価値観の方が同じ職場で肩を並べて、ずっとね、決まった時間ずっと一緒に過ごすっていうのは、結構ね、価値観の違いでぶつかったりとか悩んだりとかっていうことも多いのかなというふうに思います。で、私自身がね、いつも研修の講師として働いていく中で、若手の方々と最近よくね、研修でお会いするんですけれども、よく相談される内容がやっぱり人間関係の作り方だと思いなんですね。で、よく聞くのが、やっぱり職場でなかなか深い関係が構築できないとか、表面的な関係だけに終わってしまっていて、なんかとても心が疲れてしまいましたみたいな、ね、お悩みをよく聞きますので、今日はこんな、ね、お話をしていきたいと思います。ところでね、この表面的な人間関係しか作れなくて、心が疲れてしまって、ね、モチベーションが下がってしまったり、場合によってはちょっとね、メンタルに不調をきたしてしまうような方、こういう方の特徴っていうのをね、ご紹介したいと思うんですが、こういう方の特徴をね、まあ、大きく分けると2つあるかなと思っています。まず1つは、空気をね、読みすぎてしまう方ですね。まあ、とってもいい人で頭が良かったりしてね、人の気持ちの裏の裏をこう書いてしまったりとか、ね、こんなこと言うと相手に失礼かな、こんなこと言うと相手が気を悪くするかな、こんなこと言うと自分嫌われちゃうかなみたいな形で、もう考えすぎてしまって結局何も言えなくなってしまう。ね、考えすぎてしまって会話がどうしても表面的になっちゃって、疲れちゃうみたいなね、感じの方。そして、もう一つは、正直に話すと人間関係が崩れちゃうんじゃないかなっていうふうに思ってる方ですね。うん。まあ、逆に裏を返すと、まあ、みんなに好かれたいという気持ち、人に嫌われたくないっていう気持ちがとっても強い方なんじゃないかなというふうに思います。で、そもそも人間ってね、やっぱりもともと一人では生きられないし、人間ってね、コミュニティ、社会の中で生活している以上、もちろん嫌われたくないですよね。嫌われてしまうとなかなか一人で生きていけなくなってしまう、生存本能の現れで、やっぱり嫌われないように嫌われないようにっていう風に思ってしまう。ただこれ行き過ぎてしまうと、やっぱりこう本音で生きられなくて、いい人を演じてしまうので、どん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 心が疲れてしまうっていうことも起きてくると思うんですよね。うん。なので、ぜひですね、今日はそんなことを回避して、少しでもこう楽に、ね、生きていただけるようなヒントをね、お持ち帰りいただけたら嬉しいなと思います。はい。で、これはね、コツというか、ちょっと考え方を少し変えていただけたらいいんじゃないかなと思っています。はい。で、考え方、今日お伝えしたい考え方3つなんですね。まず1つ目は、人との距離感、この表面的な人間関係って、要はこの距離感が縮まらないということだと思うんですけども、この距離を縮めなくてはいけないという考えを捨てていただければと思います。距離感はあってもいいというふうにね、ちょっと切り替えていただきたいんです。で、多分私たちは小学校とかでね、みんなで仲良くしようねみたいな形で、みんな仲良く手をつなぎみたいなね、そういう考え方がちょっと刷り込まれてるところがあるかもしれません。1年生になったら友達100人できるかなっていう曲ありますよね。ね。あれってね、結構ね、素晴らしい曲だというふうに、思われてますけれども、まあ、素晴らしい曲だとは思うんですがね、ちょっと裏を返すと、
なんか子供たちにね、小学校入ったら友達100人作らなきゃいけないみたいな脅迫観念をちょっと抱かせてしまってる部分ってあるんじゃないかなって個人的には考えています。何も100人も友達作らなくていいですよね。もちろんね、仲悪くなる必要はないし、ぶつかっていく必要もないんですけれども、ただ同じクラスになったことみんな均等に仲良くするってこと難しいと思うんですよね。なのでやっぱりこう人間関係において距離をものすごく縮めなきゃいけない、みんなと仲良くならなきゃいけないというね、この考え方をやっぱり捨てていただいて、友達って少なくても大丈夫っていうふうにまず思っていただきたいなというふうに思います。はい、そして、2つ目 の考え方なんですけれども、自分の本当の気持ちを言ってもいいんじゃないかと思うんです。言い方はもちろんちょっと訓練していただきたいと思うんですけどもね、その訓練についてはまたいろいろと、私の YouTube とか講座でね学んでいただければと思いますけれども、自分の本当の気持ちを率直に伝えても意外と人間関係って壊れないと思います。言い方には気をつけた方がいいと思いますけどね。例えば、誰かに誘われた時にね、今度ランチ行かないとかね、今日夜よかったら夕食行かないって誘われた時なんですけれども、こうね、これで断ったらもう誘ってもらえなくなるんじゃないかとか、これで断るとちょっと感じ悪いんじゃないかなみたいな感じですごく気にされる方っていると思うんですよね。私も昔そういうところすごくあったのでよくわかるんですけど、ね、せっかく誘ってもらったんで無理してでも行かないと人間関係構築できないかなみたいなね感じで思ってしまう、それよくわかるんですが、それはねやっぱり常にやっていると疲れちゃいますよね。なのでここはですね、誘ってもらってありがとうっていうことはもちろん伝えた方がいいんですけど、あ、ちょっと今日は都合が悪いので申し訳ないですけれどもまだ誘ってくださいでいいと思います。でこの時に理由とかね特に言う必要ないんじゃないかと思ってるんですね。よくね、こうこうこういう事情でこういう風でこういう風でってこう言い訳のね、メールをしなきゃって思ってる方いらっしゃるんですけども、そんなことはなくて、すいませんちょっと今日体調が悪いのでとか、もっと言っちゃったらもうすいません今日ちょっとご遠慮しときますだけでもいいと思います。はい、本当にね、本音を言えばちょっと最近疲れ気味なんでまた元気な時に改めて参加させてくださいでいいと思うんですよね。ぜひですね、自分が本当に思っている気持ちを大事にしてあげていただきたいなというふうに思います。あなたが本音を言っても周りの方はそんなに嫌な気持ちはならないと思うんですよ。そしてもっと言ったら、本音を言わないとその本音を言っていない偽物のあなたを周りの方が認識してそういう人だと思ってずっと接することになると怖くないですか？ちょっと辛いですよね。なのでぜひですね、自分が嫌だなと思ったことは嫌だ、自分はこういうふうに思う、あなたとは考え方が違うけど私は A 案ではなく B 案の方がいいと思いますっていうことをちゃんと伝えていいと思いますのでね、はい、ぜひそんな本当の部分を相手が心地悪くならない言葉で伝えていけるっていうことをトレーニングしていただくといいと思います。はい、そして最後ですけどね、いい人じゃなくていいと思います。はい、本当に心優しいいい人、それがあなた自身だったらもうこれものすごくいいことだと思うし全然いいと思うんですけれども、時としてねちょっと面倒くさいなとかね思うことってあるじゃないですか。でもそういうねちょっとねダメな自分っていうのも認めていって出しちゃっていいかなというふうに思います。私自身ね昔はどっちかというと親がねよっちゃんはいい子だいい子だって言われ続けていたので、このいい子のよっちゃんじゃないと親が愛してもらえないんじゃないかって心のどっかで思っていたところがあります。なので何でも頑張り屋だったしね、もう何でも勉強も運動も人間関係も全部完璧でいなきゃいけないみたいな感じで頑張ってた子供だったんですよね。ネガティブなこと言っちゃいけないみたいなね感じだったんですけども、そういう時ってやっぱり自分自身もすごく疲れていたし、人から褒められることでしか自分の価値をこう証明できないっていうところがあったので、なんかすごくね自分を生きてる感じがしなかったんですね。
でも今はどっちかっていうと、もうこのね50歳過ぎてパッカーンとこう価値観がね開かれてしまったんですけれどもね、自分の悪いところもいいところも全てこうねさらけ出しても自分のところに残ってくれる人がある意味本当の人間関係だと思うし、みんなに好かれる今ってこう SNS とかねインスタグラムとかでフォロワーを増やしたい、フォロワーが多いことがその人の価値みたいな感じに社会全体がなっているし、まあ、もちろんそれによってね得られることいっぱいあると思うんですけども、フォロワーが多いことイコールあなたの価値って思っちゃうと、もうやっぱり人に合わせたり人の評価を気にして生きてしまうので、自分が本当はどうしたいのか、自分は本当はどういうふうに思ってるのかっていうことをオブラートで隠してしまいがちですよね、でもちろん SNS に出すことをメインに考えればね、それ自体別にその自分のネガティブな部分を SNS で上げていく必要はもちろんないんですけれども、ただそれを自分の実社会でやってしまうとちょっと苦しくなってくると思うんですね。なのでぜひぜひですね、実社会においては特に自分が職場においては特にですね、自分自身 の例えば仕事がすごく遅いとかね、ちょっとそそっかしいところがあるとかね、そういうところを一生懸命隠そうとするんじゃなくって、むしろ自分はそういう人間なので気をつけますけれどもフォローお願いしますみたいなところでね、自分のキャラをねしっかり構築していくのも一つの処世術なんじゃないかなというふうにね思ったりするわけです。はい、ということで今日は表面的な人間関係しか作れない方が陥りがちなミスっていうところでお話をしたんですけれども、ぜひですねこの表面的な人間関係っていうもの自体の自体がとっても悪いものだっていうふうな思い込みを捨てていただければなというふうに思います。はい、人間には知り合い程度の人間関係もあるし、職場の、人間関係もあるし、そして友達としてね本当に何でも話せる自分の弱いところも見せられる友達っていうのもいるし、でもいろんなコミュニケーションのレベルがあっていいと思うので、みんなとすごく仲良くなる必要っていうのを必要以上に感じる必要はないと思います。はい、ということでね、少し あなたの気持ちが楽になったらとても嬉しく思います。はい、ということで、この番組では、皆さんが働く上で、役に立つ力になる、そんな情報を発信していっています。よかったらチャンネル登録やいいねボタンよろしくお願いいたします。大変励みになりますのでぜひよろしくお願いいたします。それでは本日は以上といたします。ありがとうございました。株式会社リフチーフインストラクターの岩村芳恵でした。